ティースプーン、または茶さじは小型のスプーン。紅茶やコーヒーなどに使用する砂糖を測ったり混ぜるのに使われる。長い柄のティースプーンはアイスクリームやクリームソーダに用いられることもある。コーヒースプーンより大きくテーブルスプーンより小さい。ティースプーンいくつかの国ではティースプーンはテーブルスプーンと共に 量の単位に使用されており、料理レシピや薬品処方にも使われている。この単位は、英語で T や TSP などと略され、ドイツではトルコリラと略される。これは、大体5ミリリットルを意味しており、アメリカなど、これを法で定義している国家もある。また、インド、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、イギリスなどの英語圏の国家では、このような法がある国も多い。 古い定義ではアメリカで1、6メートル液量オンス、イギリスで1、8A 液量オンスに指定されていた。また、1テーブルスプーン単位は3、ティースプーン単位とされている。なお、オーストラリアでは4ティースプーン単位が1、テーブルスプーン単位とされている。各半のための一般的なティースプーンは、このように厳密でなく、2.5から6ミリリットル、程度である。 このためこのようなティースプーンを使った調薬は気をつけて行うべきであり、調薬の間違いを避けるために特別に5ミリリットルが測れるスプーンが販売されている。レシピでティースプーン1杯の粉や塩、砂糖などを測る際にはすり切り1杯のことを表している。ティースプーン1杯の塩は5ミリリットルであるが、おおよそ4.75グラムになっている。英国のいくつかのレシピでは、 森サージ一杯の単位の場合もあり、鳴らさずに一杯すくやけることに言及している。分量は不正確であり、二杯以上では大きく分量が異なってくる。ありがとうございます。